マッスルマッスル、ソニチありがちゅ、そうです、ありがちゅ、ありがとうにしとこう、恥ずかしくなってきた。でも本当に今日もうびっくりするほどやる気が出ない。すみません、びっくりするほどやる気が出ません、シリ。すみません、よくやる気が出ません。コウトキさん千万両ありがとう。どうしたらいいかな。でも本当もう50分後とかには出ないといけない。今日気圧が低いからやる気出ないのかな。キハさん、ケンちゃんありがとう。もうどうしよう、本当にびっくりするほど準備のやる気が出ないし、なんか洋服もなんか着たいと思わないし、今から本当ちゃんとした服を着ないといけない。ケンちゃんハートありがとうって気持ちです。今もうそんな日もある。今日はもう広島雨降らない。あ、マジ感謝です。これからちょうど出かけるので、もうどうしよう、とりあえずなんかお香でも炊いてみようかな。ソフさんありがとう。し、なんか割とでも割とやる気は出してて、もうすでに割とやる気出してて、私あのもうすでにキムチチゲを作ってるんです。この私がすごくない？キムチチゲ作ってるの。ああ、もうでもそれ以外本当にやる気出なくて、本当に困ってるし、部屋は割と汚い、割と汚いんです。ちょっとお香でも炊こうかな。なんて読むんだろうねこれ。ペーパーインセンス、なんか香りからちょっと元気出していくみたいな。キムチチゲ作ったの、え、レベル高い、本当？そう、キムチチゲ作ったんです。でもうしお腹いっぱい。くにちゃんありがとう、ありがとう。トリガーさん、愛、ありがとう。手紙。高谷さんに言った、え、梅酒いいな、いいな、つけるの。お疲れ様。そんなの嘘だと思いませんか。I say yes to me, その神様。そう、平成天狗さんありがとう。ジャックさんありがとう。キムチチゲ美味しかった。我ながらね、上手に作れました。このね、紙をまあこんな感じでアコーディオンみたいな感じに折り曲げるんですよ。んでもってクリップで挟んで、この石の上に置いて火をつけて香りを楽しみます。火がついた途端、ふっ、あ、こんぐらいじんわりといこう。あー、今煙が広がってます。うん、うん、いい感じだわ。ヒデさんありがとう。ズーデスさん、アムトンさん、え、見えないか。まあ見えんよな。平成天狗さんファイトありがとう。4種類も作れるの。ノブーさん、ソフさんありがとう。ノリちゃんありがとう。ヒデさんもありがとうね。あ、見えてる見えてる、ほら、わかる、ほら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 、私の髪の部分にほら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 、おお、これをね炊いてちょっと元気になってこようかなと思います。ツーデンさん、ヒデさん、のりちゃん、ビロコウさんありがとう。
人生方向おじさん、あんかけおさん、人生方向おじさん、ありがとうございましゅ。はあ、やるしかないのか。結構煙が立つのよこれ。し、炎が綺麗に消えていく。おもちもちゴリラさん、ありがとう。やる気がでも全く出ないよ本当に。あとそうだね、43分。服はなんとか着替えたい所存なんだよね。おお、煙がすごい。ほらほらほら、うん、ね、今日くだらないと8時半からよろしくお願いします。おやつ食べる。寝る気出ないよね。どうしたら出るんだろう。香りはもう落ち着く香りですね。でもなんか煙の香りって感じ。そのホワイトサンシャインみたいな名前なんですけど、香りの名前はね、なんか落ち着くなーって思います。配信来てくれて嬉しいです。おお、今日は誰が出るの。今日は渡辺さん、日向坂46さん、ありがとうございます。今日のくだらないとはやんねえサラピユキさんと私の4人。ロムさんありがとう。この4人なので楽しくやっていくでやんす。ロムさんありがとう。キマルさん、クッキーありがとう。ポムさん、ポムさんって呼べたよね。ポッ、ちゃんと発音できたよね私。じゃあこの日が消えたら本気出して準備しよう。間に合わん説出てくるな。キマルさんありがとう。もちもちありがとう。結構長いんじゃないかな。ちょっと手洗ってこよう。よいしょ。そしたらね、あと準備始めます。はい、手を洗いました。おわー煙が、はい、散乱してるんですよね。サンソンさん、オイルサーディンさん、タケさん、キハさん、スプーンさん、ありがとう。もう煙が鬱陶しくなってきたかも。カイちゃん、スプーンさん、ありがとう。まあね、ちょっとやっていこうと思います。1233ありがとうございます。クッキーテイカーさんもハートありがとう。ヤッホー。
薬飲んでない。ご飯食べたのに、せっかく。ちょっとね、もうもう風邪治らんのかな私。治ってはないよね、なんかまだ。でももうこれで今日でお薬やめようかなって思いますね。あ、火が消えましたね。あ、まだいる。いや、消えてる。ラオルさん、ありがとう。はい、はい、ありがとう。うん、さーて。そうなんだよね、長引くね。よいちさん、文ちゃん、ありがとう。お薬飲めたね、ウケる。えらい。よいちさん、ありがとう。風邪ってなかなか治らないの。夏風邪は長引くとか言うもんね。あ、ウイルスに耐性ができるの。ありがとう。体調気をつける。してみようか。漢方系の風邪薬がいいの。お医者さん、お医者さんだ。ね、けんちゃんありがとう。ふくちゃんち回復薬ありがとう。きっと大丈夫さ、きっと良くなるさと信じてる。あー、やる気出していこう。バンバンバキ。530日ありがとう。530日。 JY さん、コンコン、ありがとう。熱はね、ないんだ。そうだからね、一安心。ダジャレ。うさはなっていうね、サンリオのキャラクターだよ。私サンリオのキャラクターの中だったら一番うさはなが好き。
風邪じゃない可能性がある。え、マジ？何なんだろう。あ、生誕祭の当落、楽しみだね。ドキドキだね。生誕祭、サンリオ、あ、サンリュウ、ウケる。ダイランさん、ありがとう。ありがとう。そう、ハンマさん結婚して、なんで、なんでですか。はあ、やる気を出していかねば。やばい、涙袋がなめくじ、やばいよね。っていうかまだ髪もできてないし、タワンさん顕著、ありがとう。石さんありがとう。アイラインがさ、もうちょっとでなくなると思うんだよね。備えとかなきゃ。マーシャさんありがとう。おー、え、アスラスいいかな。でも結構2時、違う、4時、4時10分までならギリ粘れるかなと思う。マシャさんありがとう。そうね、焦ったら負けだもんね。やっほー、ヨウくんありがとう。そうだよね、のんびりのんびり行くしか。そうだ、ありがとう。リコッチかわいい、嬉しい。外蒸し暑そうだよね。
トゥーン、ちょっと、うお、バリーさん、お手紙ありがとう。超えていこうぜ、昨日の自分を。マスカラしてるときさ、本当に息止まる。高木さん、かわいい、ありがとう。じゃん、まつげがしっかり生えました。ここにマスカラがついた。このタイミング、鼻についちゃった。このね、絶好のタイミングでクマもちょっとコンシーラーでちょっと消していくぜ。ケンちゃん、ケンタキさん、ハジスケさん、ありがとう。たかゆきさん、かわいい、ありがとう。マスカラはもうほぼなくなってきたの、そのマスカラの中がね、中身が。だからカサカサよ。ぼやっきーさん、ありがとう。ちゃんと手を動かし続けてるよ。下関ボートレース出てた。おととしか去年か、ちょっと覚えて、あまり記憶が正しくないんですけど。ぼやっきーさん、紫葉さん、なんて読むんだろう、シカさんとかかな。ケンちゃん、こんな感じかしらね。おお、あ、おきさんいらっしゃっ、懐かしい。けんちゃん、ありがとう。おきさんとか、みなみさんもいらっしゃった。めっちゃ懐かしい、思い出してきた。ショールームを鏡代わりに。おい、で、服さ、これでいいのかな。ちょっと清掃っぽいものがあるか探してみるしかない。キラキラ星、センキュー。先
手で出たんか、おもろいすぎる。私選手になったんか。選手デビューでした、ボートレースね。え、かっこよすぎん、私が選手として出てたら。ちなみに答えはちょっとイエスにしとこうかな。髪いい感じでしょうか。やばいやばい、ぐちゃぐちゃだよ。よいしょ、こんな感じかしら。そしてあー腰が痛い、かわいそう。よいしょ、いける。ようくんハート、ふさんもありがとう、バリーさんありがとう、さんさんさんハートありがとう。あのね、ボートレースはなんか盛り上げ係として出ましたよ。なんか盛り上げようみたいな。私たちはボートレースを応援していますみたいな感じで出ました。楽しんでいってくださいねみたいな感じの役目でしたね。多分そう。だるまありがとうございます。アイドルさんレース今年は誰が出るんだろう。下関ボートレーススペシャルゲストとか、なんだね。よいしょ、いい感じよ。高ペース、いや分からんけど高ペースにありでありたい。よき、そうね、ピンク目したら。そう、 STU 誕生日一緒の人多いよ。アイドル大好きさん、ありがとう。なんかさ、もう夏なんだね。ね、ちょっと進んでるぜ。
涼しい？外出てさ、暑いってなりそうなんだけど、それがだけが不安です。いいじゃん、暑がりなの私。8時ちょうどのさん、ありがとう。どちらかというと寒いよ。本当？しない？やっぱ天気悪いから。そっか。キムチチゲはいい辛さで美味しかった。なんか辛すぎて食べれないかなとか不安になったけど、そんなことなくいい辛さだった。まだね、あと3食分ぐらいは残っ、2食分ぐらいは残ってる。だから明日も食べるぜ。そう、野菜も食べれるし、ちゃんと緑黄色野菜も入ってる。ニラ、しかも院長先生が香味野菜がいいって言ってたから、だから絶好の鍋なんですよ。香味野菜はネギとかニラとかだからめっちゃいいんですよ。わかる、マジ美味しい。豚肉さ美味しいよね。ふさんありがとう。でも玉ねぎは入れたことなかった。しばさんありがとう。マジなんで豚肉と何辛いのってあんなに合うんだろうってぐらい美味しい。けんちゃん、ありがとう。よき。髪の毛サラサラになってきた。よいしょ、よいしょ。しばさん、けんちゃん、ありがとう。わあ。おお、帰りの電車。もう家帰るの？早い。
期かな。そう、抗酸化作用らしい、らしい。あとアスタキサンチンもいいんだって。エビカニ鮭とかちゃんと、あとはナッツ。え、それな、詳しくなってる。今日もくだらないとフラコンもありますし、ワクワクの夜ですね。お疲れ様。よしよし、あとはちょっと手にオイルついてると思うので前髪につけて、束感出して、えへへ、視力良くなった、めっちゃ面白いんだけど。やった、よし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 、良きでしょうか。髪ツヤ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 、テンション上げていける。私も髪の毛ツヤツヤだからテンション上がってこれるかね。テンション上がるしかないよな。ウケるんだけど、1年前からずっと、それはもうもう濃いやん、アイアン、いいのでは、いいのでは。これでちょっと大きな声を出してテンション上げていくっていう作戦で、よし、行こう行こう。いいのでは、上がるのでは。それはもう鉄。これでちょっと前髪、ヤッホー、よし、行こう行こう声ね、大きく出していったらほら上がってくる。よし、行っちゃえ行っちゃえ、日産やっちゃえ、日産あいあいさ。本当の時間、喉もだいぶ調子が良くなってきているはず。そう、喉と鼻なんだよね今本当に。福ちゃんち可愛い、ありがとう。よっしゃ、これで良きね。福ちゃんち可愛い、ありがとう。カラスさん、ケンちゃん、ありがとう、ハート。これでちょっと髪の毛固めてくる。やっちゃえ、日産。
だ。せんでね。イエイ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 。ほら、新しく購入したさ、髪飾りなんてつけちゃって。ほら、いいのでは？いいのでは？イエイイエイ。よし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 。カブさん、ノロスケさん、フルマロバカさん、ホクちゃんちゃんありがとう。トトラさんありがとう。バリーさんありがとう。ケンちゃん、ノロスケさんありがとう。トトラさんありがとう。ヨウくんありがとう。トリガーさんありがとう。フルマロバカさん、ホクちゃんち、トトラさん、サンソンさん、フルマロバカさんありがとう。やる気出してこね。限界突破し、褒め上手、褒め上手。ちょっと千穂さんいたでしょ。ちょっと千穂さんの生誕めっちゃテンション上がったんですよ。なんでだろうと思ったら、多分キャッチフレーズでめっちゃいえいえ言いまくったからじゃないかなみたいな。 MC とかレスとかでもいえいえ言いまくったからじゃんって思って、いえってめっちゃいい言葉なんだなってちょっと今実感してる。ふっふっ。じゃあちょっと4時10分までちょっと延長 しようということで、服着替えよう。ふさんありがとう。アイドル大好きさん、けんちゃんありがとう。でも私思ったんです。あ、やばいなと。あの私ね、冬服、間違えた間違えた、断捨離しすぎて夏服ほぼない、ほぼ持ってないんだなって昨日気づいたんよね。昨日の夜とかにもなんかそういえばみたいな気づいて、ちょっとピンチ。ちょっとピンチです。あり合わせのものみたいな、あり合わせのものでちょっと代用しようかなみたいな感じで、ちょっと妥協しようと思います。でもとりあえずあの半袖じゃない方が多分寒そう、でも暑くない方がいいっぽいから、っていうね、いろんなことをね考えながら、本当はこの服はなんか裾が可愛いんですけど、そのちょっと見えないような感じでなっちゃうんですけど、まあもう気にせず行こうかなって。本当にね、夏服、涼しめの服持ってないやと思ってさ、
れは。なんかさ、思ったんだけどさ、私ってさ、いいのではがさ、口癖だよね。いいのでは？はい、いいのでは、いいのでは、ガチ口癖、いいのでは。これでもういいよね。え、断捨離しすぎた。え、いいのでは。なんかちょっとここにもつけちゃって、いいのでは。でも断捨離したらやっぱ精神的にすごい落ち着くんです。いい感じ、いい感じ。もうここうるさくないよね。ちょっとワンピースです。なんかこれがなんかいいのでは。キャップいいよね。まあ、脱ぐんですけど、あ、つけたまんまでもいいか。かわいすぎて目がとろけ。大丈夫。じゃあこれで行くわ。ちょっとテンションが上がりますね。やっぱ私あと黒が好きですね。黒と水色が好きですね。なんか気づいたんですけど、これでいいね。福ちゃんち、ありがとう。サンソンさん、のろすけさん、けんちゃん、アイドル大好きさん、ありがとう。何、1700回来てカズさん、ありがとう。すごいね、アイドル大好きさん、マリオさん、1700回、すごいわ。フリマルおバカさん、けんちゃん、トトラさん、ありがとう。断捨離しすぎたんだよな、きっと。本当。T 石さん、かわいい、ありがとう。うん、嬉しい。のらすけさんもかわいい、ありがとう。嬉しいね。このキャップの色味良きでしょ。そう、最近の購入品、お気に入り購入品です。じゃあ早速ちょっとこの作っていきます。ここにパウダーとメイク直しのねセットね、パウダーと、まあ、コンシーラーで、目薬があったらもう落ち着きます。ティーシさん似合うもん、ありがとう。ネックレス、でもちょっとめんどくさいのでネックレスいいかな。ネックレスいいかな。となんかここら辺結構うるさいので、線が、ここの線とかこの線とかがあったら、この線があったらもっとうるさくなっちゃうかなというね、私の新なんか推理、推理かな、推理で。うん、このリップだけしかないんだけど、トン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 、まあ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 、うん、まあこのリップさえあればいいか。良いね、良いね。アデクリスナさん、バケハくん、ありがとう。よし、じゃあこのね、詰めれたということで、これも、うーん、あと曇っとるからサングラス良さそう、良さ、良い、良さいかな。おいで。うん、じゃあこれで行くわ。ケンちゃん、おにぎりで行くね。おにぎりで、おにぎり持って行きます。よし、なんとか無事できました。バケハくん、クリスナーさん、ありがとう。よしよし、じゃあちょっとこんな感じで今日は行ってこようと思います。みんなのおかげで準備できましたし、テンションも割と上がりました。気をつけて行ってくるね。寄り道しないようにするね。福ちゃんちファイト、ありがとう。よし、じゃあ今日もちょっと頑張ってきます。行ってきます。福ちゃんち、お疲れも、可愛いもありがとう。あ、可愛いじゃなかった、ありがとう。さあ恥ずかしいね。ちょっと行ってきたいと思います。39位から。ゆきまるーさん、ダイランさん、タワンさん、アイドル大好きさん、
コブコブさん、マッピーさん、日向坂46さん、マリュ、キヨニー、コンコン、八時ちょうどうのうさん、あ、ちょっと抜けるマヤッキーさん、マシャさん、ヨイチさん、アンカキョウさん、フリマルおバカさん、ソニチ、フォーユーさん、ポムさん、ウムトンさん、ズーデスさん、クニちゃん、トリガーさん、タカユキさん、ケンちゃん、ノリちゃん、キハさん、渡辺さん、ノロスケさん、ティーシさん、ソフさん、ナオトさん、平成天狗さん、そして本日の秋元先生枠はサンソン先生です。ありがとうございます。人生方向音痴さん、シバさん、ありがとうございました。そして本日のメレンチェンジ第3位はトトラさんでした。トトラーありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。そして第1位は福ちゃんちでした。福ちゃんちありがとう。福ちゃんちかわいい投げた。ほんとちょっと失礼しました。恥ずかしい。ありがとう。バリーさんお疲れと、ありがとう。こちらこそありがとう。よし、元気が出る配信でした。みんなありがとう。これで今日もバッチリ行ってきたいと思います。皆さん私の配信見てくれてありがとうございました。トトラさんありがとう、ありがとう。じゃあ行ってきます。皆さん今日も健やかに元気に行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おー、みんな健やかに、ありがとう。みんな見てくれて本当に、昼の準備配信もバッチリでした。では配信見てくれてありがとう。健やかに行ってきます。じゃあね、バイバーイ、またね、行ってきまりもっこり。